ワッキーやめてくんねえ、そのあだ名。ワッキー言うな。そうね。見ていないから正確なことは言えないけど、あなたにはピンクの方が似合うんじゃないかしら。だって可愛らしい感じがするもの。本当ですか？それなら私、ピンク買います。ありがとうございます。先輩！今、駅前にあるイタリアンレストランでケーキバイキングをしてるみたいなんですよ。一緒に行きましょうよ。話題がいちいち女の子すぎる。ケーキバイキングの話題とか絶対なかったな、俺が学生時代。ケーキバイキングこの前人生初で行ったんですけど、あれすっごいね、胃に来て。2時間ぐらいのコースだったんだけどね。最初の30分飛ばしすぎて、後の1時間半コーヒー飲んでるだけっていう。時間が空いたら付き合うわ。もういつもその返事ばっかりですよ。いや、おい、カナ先輩嫌なやつなのか。いやでもそうだよね、暇な時やるよとかさ。時間がある時付き合うねとか、そういう言葉で逃げがちだよね。まあ生徒会の副会長だもんね。そりゃケーキバイキング行ってる暇ないか。あら、そうだったかしら。ごめんなさいね。カナおすすめのアロマを使ったんだけどさ、あれすごくいいね。とってもリラックスできたよ。いいまで出てきちゃった。5人の女の子から囲まれるとか羨ましすぎるんだけど。それは良かったわ。ラベンダーを少しだけ足すとよりリラックスできるの。今度試してみてね。会話のレベルが高え。アロマなんて出てこいよ、男同士の話題の時は。あ、カナ先輩。F。F 出てきた。次から次へとどんどん人が増えてくる。まるで神様とその信者の集まりみたいだな。デビルサタンがもしかして。カナもしかしてデビルサタンの総長か。周りの女子たちみんながカンナ先輩を慕い話しかけている。いや、相談事すらただのきっかけで、単に先輩と話す口実が欲しいだけなのかもしれない。まあかくいう俺ももっと話をしてみたいけどな。取り巻きの女の子たちをゾロゾロと引き連れたまま、カンナ先輩は校舎の中へと入っていった。相変わらずすっげー人気だよな。俺も話してみたいけど、あの輪の中に飛び込んでいく勇気はさすがにねえよ。そうだね、しかも飛び込んだ先がすごい会話のレベル高いからね。あ、アロマってなんだろうとか、そういうところから勉強していかないといけないかもしれない、男は。だよな、変に絡んでいったら女子たちからソース感食らいそうだもんな。そうなったらこの先の学園生活お先真っ暗だぜ。わかるわ。自然と打ち解けてるね、主人公。結構陽キャなのかだろ。ってお前誰だよ。何ナチュラルに会話入ってきてんの。気持ち悪いんだけど。怖いし。なんでお前入ってきたんだよ。細かいことは気にするな。いや気になるだろ、めっちゃなるだろ。お前誰やねんってところから始まるもんな。まあ、あのカンナ先輩とため張れるくらい人気あるのはクラガの会長くらいだな。まあこっちは男子人気だけど。むしろセイラは女の子から結構距離を置かれがちなのかもしれないね、あの雰囲気からして。お前も流すなよ、何話し続けてんの。出たよこのツッコミうるせえやつ。B だったのか。男子人気だけってなんで。ほらあの人ってなんつうか独特の空気持ってて話しかけづらいだろ。だからカンナ先輩と違って人が寄ってこないんだよ。もういい、突っ込むの疲れた、好きにしてくれ。うってこいつ37じゃん。疲れたとは。お前突っ込んどるやないかい。うるせえな突っ込み。確かに独特の雰囲気はあるけど、そこまで話しかけづらいか。こいつ37だって。おい、今噂の37だってばよ。うるせえなお前。ナルトかよ、だってばよって。お前クラガノ家って知ってる。この辺りじゃすげえ有名なメーカーなんだけど。転入生だし土地勘もないからその辺りよくわからないんだよな。この学園って坂の上にあるだろ。でさ、この坂の上からこっちの海方面まで見下ろせる土地全部クラガノ家の所有なんだぜ。はあ、やば。え、じゃあ何、町ほぼクラガノ家の領地ってこと。えぐ。そんなメーカーあるんだ。嘘、あの住宅街とか全部。そうそう、売ったのか貸してんのかまでは知らねえけど、そんぐらい超お嬢様ってこと。でもってあの雰囲気だろ、そりゃ庶民は話しかけづれよ。なるほどな、気が引けちまうってことか。でもあのルックスだからな、男子人気は抜群ってわけ。お嬢様で顔かわいいって最強だよね、もう人生勝ち組じゃん。あのさ、
さっきから俺のこと忘れてるみたいだけどさ、俺も話に混ざっていい？ん？別にいいけど。悪いな。お前いいやつだな。みんなから慕われているカンナ先輩と一線を引かれて遠巻きに見られているクラガノさんか。こんなところでも月下と天道の違いがあるなんてな。春日春日が出てこねえ。春日の周りからの印象どんな感じなのか超気になるんだけど、などと考えながら校舎の中へと入っていった。教室に入った瞬間、後ろから聞き慣れた声がかかる。やっほー。振り向くと駒形さんもちょうど教室に入ってくるところだった。おはよう駒形さんも今来たところ。うん、ちょうどね。でもこんなことならあと少し早く来ればよかったな。そしたらさ、一緒に登校できたのにね。なに、なに、昨日の一件からすごいグイグイ来てくれるんだけど、ゆずきが。え、かわいい。え、なに、それ深読みしちゃっていいの？しまった。それなら俺はあと少し遅く来ればよかったぜ。そしたら一緒に登校できたのにな。本当？ワッキーもそう思ってくれた？ワッキーやめてくんねえ、そのあだ名。ワッキー言うな。ワッキー、それってもしかして俺のこと？うん、縦ワキだからワッキー。かわいい顔。これが噂に聞く愛称というやつなのか。女の子から愛称で呼ばれる日が来るなんて感無量だ。やべ、涙で前が見えないかも。愛称で呼ばれることに不満はないんだけどさ。ワッキーやだな。あれ、ひょっとして気に入らなかった？いや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 、駒形さんが呼んでくれるならラッキーでもクッキーでもハチヤッキーでも好きに呼んでくれていい。それじゃあさ、ワッキーも私のこと駒形さんじゃなくてもっと親しい感じで呼んでみてよ。あー、いいね。なんかこういう愛称で呼び合う仲みたいな。うわー、ちょっと月下界外堀埋めてきてるな。いやでもゆずき個人の考えなのかな、これは。いやだとしたらすごく嬉しいね。生徒会云々とか抜きにして話してくれるってことだもんね。でもゆずきで親しい感じで呼ぶってなんだろうな。駒形さんにどんな心境の変化があったかはわからないが、これって仲良くなってるってことでいいんだよな。しかしいきなり親しい感じと言われてもどうすりゃいいんだ。こういう時バイブルでは、だからバイブル持ってくんなよ。お前素でいけよ。お前昨日バイブル使わずに素でゆずきを助けに行って成功したんだからさ、その成功体験を元に行動しろよ。いやー、なんだなんだなんだ、怖い怖い。急に発狂すんな。バイブルには口説き文句しか書いてなかった。お、落ち着け、落ち着くんだ俺。せっかく駒形さんがこう言ってくれてるんだ、ここは勇気を振り絞ろうじゃないか。下の名前を呼び捨てはさすがに無理でも、せめてちゃん付けならいけるはず。え、もう呼び捨てでいいんじゃねって思うけどね。それじゃあ駒形ちゃん。あー、まあ確かに可愛いね。でも同級生っていうよりかはなんか先輩から呼ばれがちじゃない、駒形ちゃんって。ゆずきの方じゃないんだ。あー、やっちゃったね。二分一間違えたよ主人公。いや、ほら、なんていうの、今まで駒形さんだったからつい。あー、でもさ、ゆずきちゃんみたいなちゃん付けってなんか子供っぽく聞こえるよね。なんですと？可愛い顔してしれっと逃げ道を塞ぎおったわこのポニー。ほら、言ってみてよ、恥ずかしいのなんて最初だけなんだからさ。そうだね、確かに。慣れちゃえばもう関係ないもんね。あ、今まで駒形さんって言ってたんだ。うわ、なんかすげえ違和感みたいな感じになるもんね。その場の会話のノリでつい言っちゃったみたいな流れになってるならともかく、こうやって改めて名前を呼ぶとなるとものすごく照れくさい。でもこの笑顔で言われると逆らえないというか、俺ってひょっとして流されやすいやつ？それじゃあ、うんうん、極駒形。そっちなんだ。わあ、女心分かってないな、お前は本当に。だから童貞で陰キャなんだよ。いや、陽キャなのかもしんないけど。ここが限界だ。言っとくけど、女の子の名前を呼び捨てで呼んだのだって、駒形さんが初めてなんだからな。え？初めてなの？いやあ、なんか俺、勢いで、赤面もののカミングアウトしちゃった。まずかったか？そっかそっか。初めてなんだ。だったら駒形でもいいかな。おいおいおい、なんかいいね、ゆずきが。いや、俺にはわかるよ。これ完全に好感度結構上がってるタイプですよ、これは。どうやら、名字を呼び捨てる、ということで、納得してくれたみたいではあるが、顔が熱くなっている俺とは違って、駒形さん。駒形は、いつもと変わらず、平然としている。なんか、俺だけ照れてるみたいで、ちょっと尺な気もしてくるな。じゃあ、駒形が呼ばれたことのない呼び方ってなんだ？それならいいだろう。呼ばれたことのない名前ね。なんだろう。まあ、でも、ゆずきって言ったら、ズッキーとか呼ばれちゃうのかな？相性で言うと。それ以外ってなるとなんだ？ユーミンとか？ミンどっから出てきたって感じだけど。フォローよろしく。
最後までご視聴いただきありがとうございます。よかったらフォロー、コメント、いいね、マイリスト登録よろしくお願いいたします。では次の動画でバイバーイ。